普通に辛いじゃないこれ。で、これ。ほら、ペタ。よしじゃん。頭痛ということで今回もね、頭痛ね、ここにやっていきたいと思います。前回の続きですね。まだ前編の方をね、見てない方はこちらの方からね、見てください。で、ちょっとね、もう一回始めたらなんか、もう一回始めたらさ、なんかやる前にちょっと、もう一回始めたらね、なんか最初からになってたから、わざわざやったんだよね、ここまでね。で、ちょっとわかんないので、調べたんですけど、あれか、ここか。今日は館長の誕生日だったらしい。館長っていうのはさ、あれだね、あれだったんだね、これだ。これだったね。この人のことか。だから、2月8。だから、0208か。銀行のやつ。0208だったか。よし、これでやっと済むぜ。0208。置いた。来た。よし。よし。え？なんだっけ？ああ、あそこだ。ここ開くのか。やっと。よし。あ？あれ。うわ、いた。来たー。新エリア。先には進めないそうだ。あれ？距離なの？あ、来た。ここに、確か、あれだ。階段があるんだよ。で、ハンドル壊すのか。おお、壊れた。来たわ。よし、進むか。まあ、進むよね。まあ、進むしかないしね。よし、来たぜ。来たー。あ、また戻れんのか。おお、広いな、結構。あそこ、こっちだ。お、地下室の通気口をくぐりたい。うん。あ、これじゃね、通気口。進んでいいのこれ。わかんねえな。展示用のパネルかな。島根村かな。多分深根市、深根村。かつてこの資料館の近くには鹿根村という小さな村がありました。鹿根村には生薬や現在で薬局があり、さまざまな気が病気が治りやすいことで有名で、東方からも傷描写がやってくることも珍しくありませんでした。なるほど。これだよ。ちょっと後行くか。次行こうは。ちょっと奥あるからさ。あれ？こちら側では、足場そうだ。マジか。あ、行くしかないんだもん、これ。次行こう。恐ろしくないのか、これ。よし、行くか。お、来た。え？あ、上から来たの。え、どうやって思うの、これ。ここだよね、多分。よし。起きた。奥の起きたな。深根村の生薬屋を、なんちゃら、学んでいる人が書いたものだよな。うん。元は2年。1616年 ?4 月10日。と、娘頃、重い刀傷を負った百姓が、ので、運ばれてきた。あらゆる手を、作ったが、助けることができなかった。刀傷を治すのは難しい。私のアンチャーの血は完璧だったはずだ。我が刀傷を割ってから時間が経ってくことはないだろうか。それとも間違っていたのか。気になる。次の刀傷者が待ち遠しい。私が管理している博にいたアンチャー人をアンチャーして刀で切りつけた。その後すぐに配置をしたが、嫁では裏切ってしまう、何々は裏切ってことを切れてしまった。悲鳴が思ったより大きく響き渡ったのが、村民が何事かと尋ねてきて、肺が冷えた。今日も白に泊まっている人に刀傷を合わせて治療法を作した。夜に生薬屋から
悲鳴が聞こえていることが村民の間で噂されている。こうま噂が広まってなんちゃら城の連中がやってくることだけは避けたい。何とかしてしなくては。吐くから一人長くない。なんちゃして金田傷の廃寺の研究に使わせてもらった。悲鳴が大きいので周りに聞こえることは気になって集中になかったので、そのまま殺してしまった。申し訳ないことをした。以前挑発した何薬に痛みをなんとかくする効果を持つものがあったのを思い出した。それを使おう。何薬のおかげで悲鳴を上げることがなかった。しかし私も何薬のせいで頭痛を引き起こしてしまい、なんちゃどころではなかった。少量でも救うと副作用で具合が悪くなるのは注意しなくては。痛みを散らげるための薬をたくさん使っておいた。明日には金田傷の治療を再開する。また伯爵で癒されてもらった。今回はうまくいき、なんちゃなんちゃは助かった。しかし助かったのはいいが、このまま解放するわけにはいかないから困った。どうしようが、なんだか結果、以前か引き傷の放置で失敗したことがあったので、その練習になってもらった。しかし失敗しまった。発掘をまとめて実験しかことした。今日は4人、残念なことに全員の治療に全敗した。やはり引き傷のことが気になっていても立ってもいられなかった。今日は吐くから3人連れてきた。今日も3人連れてきた。2人は助けることに成功した。そろそろ引き継ぎ以外もやってみようと思う。うわぁ、1人今日の引き付けだ。腕、うわぁ、エンドラス機関の鍵を西田、うわぁ、腕激なんでマジか。ドア開いたし、えの横から、キスケの横から上聞こえ、聞こえ、え、裏、あ、わかんないか、え、え、なに、頭が痛い、え、ここに行くとなんか頭痛くなる、なんでなんで見えかわからんで、うわー、やばいって、それは。でも今アイテムないよね。あるか。エントランス玄関の鍵。エントランス玄関。え、でも帰れんじゃん。脱出できなくね。脱出できんじゃね。ちょっと一回戻るか。部屋で帰るだけじゃん。うん。帰って終わりじゃね。帰って終わりじゃん。え、これ脱出成功じゃね、普通に借りじゃないこれ、ねえ、これほら、出た、脱出じゃん、あー出たー、なに今の脱出行きと思ったのに失敗、脱出失敗かよ、マジかー。なんかあと他のエンディングもあるらしいからさ、やってみよう。うん、これ。え？ああ、製品版じゃねえ、これ多分。製品版の宣伝じゃない？ゲームをプレイしていただきありがとうございます。このゲームは引き続き無料でプレイできますが、応援していただくと、今後の制作の願います。あとで。ちょっともう一回やろうぜ。そうだ、あれだな、この扉まだ開けてねえんだよな。いや、わかんねえんだよな。20ここだな。わかんねえな。205だな。おお、来たんだけど。あれ、噛んできたわ。マジかよ。え、カップヌードルあるじゃん。賞味期限切れてるカップラーメンゲットしたんだけど、なにこれ。あ、え、食べれたんだけど、え、なに、なんだ、は、
じゃどこだよ。どう、粗大物、粗大物なんだなんだ、おじさんさんあるじゃん、カップラーメン、カップラーメンでのでっけえやつあるじゃん、カップラーメンでっけえやつあるんだけど、え、うわなんかやべえやつんだけど、うわだし失敗かよ、あと失敗だかい。で、あと調べたんですけど、なんかカップラーメンをね、でしょ、まずこういくでしょ、で、まずこうやってカップラーメン持つでしょ、よし、カップラーメン持って、あれ、じゃあここは、ここどうやって行くんだろう、行けねえのかな、設定調整よ、あ、ここか、あそこやめればいいかでしょ、で、なんだっけ、あの、ここでハンマー、ここでハンマーだ、あ、開いた、いや普通このさ、綺麗に開かねえよな、壊せねえよ普通、うますぎやろ、壊すの、確かね、カップラーメンを持って来るだけ、カップラーメン持ってくると確か、うおお入ってんだけど、おじいそうさんいるやん、これ言っていいのかな、いけねえや、このカップラーメン置くのか、おお開いた、え、待って、閉じ込まれてんじゃん、マジかよ、もう行くしかないのか、え、1965年現場監督の記録、俳句俳句の俳句中から大量のオリホンが出てきた、こう回しててもいい気がするけど一応理事長に報告しよう、あの大量のオリホンはかなり価値があるものらしい、この灰村が入ってきた時代に書かれた折本だったと聞いた、本当かどうか知らんが、それで博物館が資料館を作るとか言ってた、資料館を抑える話は本当だった、生薬のものは資料館が出てきてから壊すことになったから、なんちゃ作業は一時中断する、なるほどか、石川五右衛門いけないやついんだけど、え、周回の下、うわやられた、なに、ええ失敗かよ、じゃあね、あとの、まあ、まだエンディング、まだもう一個、もう2個ぐらいあるらしいので、じゃあね、あとはまあね、あ、なんだっけ、エンディング動画だけ出しますね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、バイバイ。